皆さんこんにちは、無課金プロスペース研究家のフォルテです。今回は最新情報の詰め合わせの動画になりまして、まずはゲームバランスの調整、リアタイ関連の特能強化がありましたよというところと、 TS 一段のランキングペースのご紹介をしていきます。どのくらいのボーダーが必要なのかっていう目安と、ガチャに関しては A ラン確定スカウトがまさかの今日来なかったというところで、無課金はどんなガチャを引いて走ればいいのかっていうところの解説、そしてエキサイティング巨人も選手が発表されました。6球団今のところ登場しているので、改めて選手のまとめ簡単にしていきます。このチャンネルでは無課金初心者の方向けのプロスペで役立つお得情報を発信しております。よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。でやっていきましょう。ではまずリアタイ関連の特能の強化が行われましたというお知らせが来ております。このアップデートは5月下旬頃というふうになってますので、今すぐじゃないんですけど、5月下旬頃になると以下の特能が強化されるというふうになっているそうですね。でまずピッチャー関連の方なんですが、主に相手打者が詰まりやすくなるよみたいな感じですね。剛速球、伸び、ジャイロボール、要所丸、それぞれが強化されてます。伸び関連だと強化されてまして、剛速球でいうとストレートの収束値を1キロ今までよりもアップしていく、でベストピッチだとさらに1キロアップっていうところで、相手の打者からしたら思ったよりも伸びるなみたいな感じで意外と詰まってしまうっていうことが今までよりか少しだけ起きやすくなるのかなと予想されます。他も体感球速アップみたいなのあるんですけど、ここはなんか具体的な違いって言われたら正直大差はないと思うので、どっちにせよ単純に相手が詰まりやすくなるっていうところが強化されてるんじゃないかなっていうところですね。で重い球に関してはベストピッチで打球速度 1% 減衰しますとなってますので、どの特能だとしてもベストピッチでより特能の効果が増すっていうことが明記されてますので、これからよりベストピッチの重要性っていうのが増したのかなといった印象ですね。で結構でかいのがこのプルヒッターに関係するところですね。外角引っ張り時のファールライン近い角度への打球速度 9% 増加させますとなってました。今までだと外角引っ張った時ってなかなか飛びづらい関係があるのでどうかなって思ってたんですが、プルヒッターさえ出ていれば外角だろうと引っ張ってしまっても全然飛ぶっていうところなので、これ結構強いなっていうふうに思いますね。でしかも流し打ち時に普通プルヒッターって打球速度が下がってしまうから、発動しちゃうと流し打ちしなきゃいけないところのコースに来ちゃうとアウトになりやすくて、なかなかプルヒッターはつけたくない特能だなと考えている方も多かったかなと思うんですが、今回流し打ちでも打球速度 7% 増加となってますので、特能レベル上げるか上げないかっていう意見分かれてたと思うんですけど、これからは結構普通につけちゃっていいっていう認識になる人が多くなるかなと思いますね。結構これだけ1% とかじゃなくて 7% とか 9% なんで極端だなって思うんで、ここは強くなるのは結構期待できると思うので、実際強化ね、アップで入りましたら、ちょっと確認してみたいところですね。それ次第でプルヒッターね、つけるか迷ってる方は決断していただければいいかなと思ってます。今回の TS だと森野選手とかかな。登場するであろうってところでね、話題の日ハム新庄さんとかもね、一応プルヒ持ち、これからあるので、そこも関係してるのかな、わかんないですけど。はい。っていうところで、特能の一部強化が行われますという予告がありました。続いて TS 第1弾ネットスタジアムのランキング情報をご紹介していきます。ペースの情報ですね。前回の OB2 弾のネットスタジアムの時と、24時間経った時点を比較しまして、これでいくと最終はこのぐらいになってくるという目安をご紹介になります。狙ってる順位はやはり1万円か3万円が、需要が高いと思うのでこちらをメインにご紹介していくんですが、今のところままで言うと1万円が8993万人ペース、3万円が8161万人ペースとなっております。前回の OB2 弾藤川選手とか、中村範弘選手とかいたんですけど、その時ともほぼほぼ同じか気持ち緩いかみたいな感じになってますね。結構イチローさんスカウトもあったりとか、今回のメンバーがリーグ向き戦車そんなに多くなかったみたいなところも影響があるかなと思うんですが、思ってたよりかは例年の TS1 弾にしてはね、激しくなかったのかなといった印象ですね。ただ24時間での比較でまだまだ序盤なので、あまり鵜呑みにしすぎないでください。マラソンで言ったら42キロある中での、7日間なので、最初の6キロ地点を前回で比較しただけの感じになってくるので、あまり鵜呑みにしないようにっていうところはあるかなとは思いますが、大雑把にはこのぐらい、前回と同じぐらいじゃないかみたいな感じになってるので、改めて参考にしてみてください。単純に体力的なところを言うとね、累計の8回分ですね、それぐらいやんなきゃいけないんだっていうところだったりとか、時間はちょっとボーナスによって結構変わってくるんですけど、毎日3時間以上はね、最低でもやらないと厳しいとは思いますので、3時間でもきついかな、4時間ぐらいのイメージですかね。そのぐらいのところでね、自分は頑張れるスケジュール空いてるのかっていうところは考えていただけるといいかなと思います。
で、商品味のところが、まあ、紹介しやすいんですけど、まあ、前回とね、全くペースが同じぐらいというところで、前回僕が藤川さんと撮った時の記録がありまして、その際選択 S ランクを取るときに、ガチャで A ランク確定使うと125とイベント消費が1001、まあ、1126の合計消費で進んだっていう風になっておりました。まあすでにガチャ引いてる方は、まあ1000ぐらいですね。そのぐらいこれからイベントで使うんだな、みたいなイメージを持ってもらえばなと思います。で、ボーナスが30連がっつり引いてる方だと、あ、イベントで1000かからなくてもいいのかな、みたいな。900とかそれ以内で済むのかな、みたいなイメージを持ってもらえるといいのかなと思います。まあ周回してるとランダムボックスとかご祝儀でね、エナジーも返ってくるんで、結局実質消費は前回1028だったんですけれども、まあそういったイメージなので、エナジーどのくらいかかるか不安な方は、まあこれを一つの目安として考えてみてください。そして今回 A 確定スカートが今日来なかったので、ランキング走るならばどのガチャを引いて頑張るべきなのかっていうところなんですが、一番エナジーの消費を少なく済ませるやり方としては A 確定スカートが25日に来るのが濃厚だと思うので、それまでは自然回復で進めて、ガチャを引いたらエナジーをガーッとね、ボーナスが高まったらエナジーを使うっていうのがエナジーの消費を抑えるという面では一番いいやり方とはなります。今22日で、まあ、土日の更新は基本プロスピではないので、まあ25に A 確スカートがね、もうほぼ確だとは思うんですけれども、ここまでね、1,2,3 ですね、72試合とか80試合とか、そのくらいは自然回復で進めてもらって、ボーナスがここで上がって、残りの3日間で仕上げるっていう感じですね。ただこれのデメリットは正直時間と体力が超きつそうみたいな感じなので、残りの3日間ね、まあ、毎日6時間以上ネットスタジアムしなきゃみたいな感覚だと思うので、ボーナスが明らかに高くなければ、もうこの3日間がもうずっと空いてるよみたいな人じゃないとおすすめはしづらいですね。で、僕もそんな時間正直無理なんでね、僕もランキング大嫌いすぎるので、そういった方に関しておすすめのやり方は、今回10連を先にも引いてもらって、でもある程度進めちゃって OK です。で、25日に A 確スカートが来たら、ボーナスが低い選手はね、まだ持ってると思うので、ボーナス上げのために、まあ、足りない分だけ、引いていくっていう感じがおすすめです。おそらくボーナス対象選手10人の内訳としては、最初の5人は累計報酬で獲得できる5人だと思います。で、10連引いた時の残りの5人がね、埋め尽くされてると思うんですが、まあ、おそらく、まあ、A2 枚ぐらいで B3 枚みたいなことが大抵あり得るかなと思いますので、まあ、そうなった場合だったら、B ランクのところを、まあ、通常 A の方がパーセンテージ高いので、A 確スカウトを3連だけ引くみたいな感じで、まあ、10人分ボーナス高い選手を埋めていただくといいかなと思います。まあ、そこからはね、あと2連も追加したとしてもボーナスは全く影響がないので、まあ、ただただ A ランクゲットできるだけみたいになってしまうっていう感じだと思いますね。まあ、そうしておけば、まあ、時間的にもね、ある程度この辺でエナジー使ってても、まあ、ボーナスは高められているので、まあ、そんなにあのコスは悪くなりづらいよみたいなところがあるので、まあ、10連引いて A 角を足りない分だけ引くっていうやり方がおすすめかと思います。いや、しかし A 角来て欲しかったですね。僕なんかプロスピ始めてから、まあ、2年以上やってるんですけど、木曜スタートの難易度で金曜を基本来てたイメージがね、すごい強かったので、結構可能性高いですよって話をしちゃったんですが、まあ、まさかの月曜というところになってくると思います。まあちょっとショックですが、頑張ってランキングやっていこうと思うので、ガチャに関しては引き方参考にしてみてください。で、さっきの A 角プラスアルファ引くかに関しては30年引いてる人だと多分もう普通に10人が全部 A ランク以上みたいな感じになってると思うので、まあ、プラスアルファ A 角を引く必要はないと思います。では最後にエキサイティング情報ですね。巨人の登場選手も判明しました。6月に登場するエキサイティングスカウトという無課金初心者向けの非常にいいガチャがあるんですが、こちらで巨人は岡本選手と吉川選手が選ばれております。このガチャは60連目自チーム S ランクのエキサイティング選手確定というところで、狙いの S が確実にゲットできるガチャなので、まあ、プロスピ結構強くなってくると優先度下げる方もいるんですが、まあ、プロスピ1年目の方はかなり無課金、必須級だと思うので、ぜひとも検討してみてください。で、能力を S ランク、エキサイティング登場時のものを見ていこうと思うんですけれど、岡本選手から見ると、こちら強力ですね。プラス1ずつステが上がるというところがあるので、ミート73、パワー85、走力61と予想されます。そして特殊能力も、エキサイティングでは第3特能が変わるというところがあるので、連発が変わってくれるっていうのは、まあ、結構発動条件がね、ないもの、レベル5の状態だと、100% の確率でミートをプラス3ぐらいだったかな、上げてくれる特能なので、まあ、リアタイ的には非常に使用感、まあ、ミートの安定感っていうのは増すと思うので、まあ、これはエキサイティングの方が使用感はいいんじゃないかなと思われます。でまた、吉川選手に関しては、今 A ランクしか出てないので、S ランク換算すると、ミートが75、パワーが67、走力が79というところで、まあ、完全走力型っていう風になってますね。
特殊能力に関してはまだ決まっていないので、まあ、ちょっと去年の参考にしましょうか。見ていきますと、去年だとこのように走塁降格守備職人、まあ、守備職人が変わることが予想されますね。まあ、正直まあ純正向けな選手、まあ、ゲーム向きにちょっと走塁型なのでじゃないかなっていう印象はありますが、まあ、この2人が対象となっております。で、他の対象選手今のところ6球団判明しててこのような選手たちとなってますので、まあ、確定で誰とおうかなみたいなところでね検討してもらえばなと思います。僕はまあとりあえず千賀投手とあと誰か期待したいかなみたいな感じですね。で、またエキサイティングプレゼントという形でガチャが始まってくるとログインボーナスで報酬の配布が行われます。で、今回の巨人の選手たちが引いたものも合わせるとこのような報酬で、エキサイティングの S ランクの契約書も1枚確定がありますので、ここはでかいと思います。また無料配布がね別であると思いますので、まあ、今のところ3枚は無料配布が見込める感じですね。こちらのログインボーナスとエキサイティング中のイベントの累計報酬片方の段であったりとか、もう片方の段では無料10連っていうのもあると思いますので、まあ、3枚のエキサイティングの S ランクの無料配布は行われることを、まあ、例年通りであれば予想されます。まあ、ガチャを引くかに関してはね累計を引いてから考えるっていう手もね考えられますが、エナジーに関しては今から貯めておかないと無課金は危ないこともあると思うのでお気をつけください。まあ、一応今日からでもプラス1800ぐらいですかね。そのぐらいであれば無課金でちゃんと毎日ゲームやれてる方だったら全然貯められると思いますので、両方60連したい方だと、まあ、1200ぐらい今持っていれば大丈夫ぐらいかと思うので、まあ、TS ランキング頑張るかはそのあたりも一応考えておくといいかもしれません。では今回は以上にさせていただこうと思います。また無課金初心者向けの大事な情報等ね役立つものをご紹介していこうと思っております。チャンネル登録グッドボタンしていただけると活動のモチベーションになりますので、よかったらお願いいたします。では本日もご視聴いただきましてありがとうございました。